不思議大百科へようこそ。本日もゲストはこの方です。刑事被告人の藤倉義郎です。刑事被告人言うてる。あ、でも正しい自己紹介、はい、あのご自身の今立場をこう完璧に分かってるという、はい、あ、刑事被告人の藤倉さん、よろしくお願いいたします。あの、なんかめっちゃ怖いの置いてるんですけど、はい、これ何、これ何、これ、あの何、学生運動みたいな、はい、打倒原理って、あの下馬文字って言うんですけど、あの昔の学生、そう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 、何やったっけ、左翼セクトの人たちが何か何かて書いてるんやったっけ、あの、まあ、あの中核とかね、あ、そう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 、 Z とか、あ、 ZZ、はい、ね、僕 Z のヘルメットは見たことあるんですよ、はいはい、あれ角丸派じゃないですかね。これ原理って何、これ原理、原理主義みたいなことですか。昔ですね、まあ今もあるんですけど、はい、統一教会って、はい、全国のいろんな大学の中に原理研究会っていうサークルを置いて、で統一教会と別団体であるかのように装って学生を勧誘していくっていう、そうや、偽装勧誘を今もまあやってるんですけども、そうや、はい、聞いたことあるそれ、はい、特に昔の人は統一教会のことを原理原理って呼ぶんですよ。はあ、そうなんですね。統一教会自身も自分たちの活動を原理運動っていうんですね、はい、それをまあ打倒するぞっていう学生運動風の、いや、そうですね、はい、完璧ですね。そうですね、あの、まあ、黄色のヘルメットっていうのはその学生運動の分野の中では、はい、日本共産党系の民主青年同盟っていうセクトの、あ、そっから色ですか、色なんですけど、いや、なんか黄色のヘルメットのイメージはあるんですけど、はい、その理由まで分からんかったですね、はい、この文字もだってこれですもんね、下馬文字です ね、これですよね、はい、統一教会って、はい、共産主義が大嫌いで、はあ、反共産主義運動をずっとやってきてるんですよ、はあ、やっぱり打倒原理って言ってこうやる、すごい皮肉、共産党系の色だろう、いやいや、そこまでその皮肉気づく人あんまいないと思う、はい、いないですね、はい、まずいないと思う。そういうことなんや、はい、やっぱり共産主義対原理っていう、ね、昔からの伝統的な、なんやろ、あの本当いい意味ですよ、あの無駄にインテリアねんな、これほんまに。今日はですね、なんかすごい時事ネタがあるということで伺ってるんですけど、ちょっと聞いてみて、はい、なんですか。あのね、この間、4月ぐらいでしたっけね、はい、あの那須、栃木県の那須で、那須、はい、の河川敷で2人の遺体が焼かれてるのが見つかって、で上野で飲食店やってる宝島龍太郎さんの夫妻が殺されて焼かれてたんだ、はい、めちゃくちゃニュースやってましたね、騒ぎになりましたよね、はい、あそこ その遺体が焼かれた那須の現場に村田ラムさんとちょっと行ってみようって言ってきたんですよ、はい、まあ、初めあの現場までたどり着けるかどうかわからないまま出発して、行きの車の中で、はい、あの現場どこかなって調べながら行ったんですが、それ どうやって見つけるのか、そんな、あ、それより結構ね、はあ、あの見つかるもんなんですよ。そうなんですか、はい、特に初期報道だと、はい、細かい地名までよく載るんですね、あの最初の方は、はい、でも報道が過熱して繰り返されるようになると那須で遺体が発見された事件でみたいになっちゃうんですけど、分かった、あの何の遺体か分からへんから、例えば何々町何々何丁目付近でって最初ニュースやるんや、そうそうそう、で特に田舎の方だともう何丁目とかまで言わなくても、大体分かるし、何々地区みたいにやると、まあ、そこ通る道もそんなに本数ないしみたいな感じにもなりますし、あの事件にもよるんですけど、近所の人がここだねみたいな感じで場所特定したのをツイートしてたりとかすることもあるんですよ、あ、 SNS で、はい、はあ、で今回も場所ここだねっていうその写真とかをツイートしてたりとかっていうのもあったので、はい、車で行きながら、はい、風景見ながら、はい、あの写真のあたりかなみたいな感じのたどりながら行ったら、まあ行きつけた、へえ、それでたどり着くんや、はい、まだそんなに何年も経ってないわけですよ、数ヶ月しか経ってない、いやで、まあ、めちゃくちゃ最近ですね、はい、それは相当山奥までね行ったと思います。そうですね、で、あの花が添えてあるのがまだ残ってたんですね、だから余計分かりました。多分何年も経っちゃうともう分かんないでしょうけど、まだ日が浅いので、はい、あの近所の人なのか分かんないですけど、花備えてる人がいたので、はい、それも目印になって、まあ、そんななんやかんやの積み重ねでたどり着くことが、はい、できまして、はい、まあ、山奥ではあるんですけど、すぐ脇が民家で、で民家から数百メートルかな、ちょっと行くともう集落でもう民家民家民家みたいな、
割とこう山の中ではあるけど人通りがあるというのか人目があるというのかそういう場所でした。そ民家近いところで。はい、そうですね。で行ってみるとですね、うん、あのその道から道に沿って小さい川が流れてるんですよ。で河川敷って言っても、まあ、その川岸なんですよね、はい、その都会の多摩川の河川敷みたいにその野球場があってとかそういうんじゃなくて、はいはいはい、河原なんですよ普通の。まあ、ちょっと道ないところを入っていくみたいな感じなんですか。いえ、あの道のに沿っても川が見える。え、うん、で道からもう見下ろしたそこは現場なんですよ。え、なんでそんなところで、しかも夜中じゃないですよ、未明なんですよ、朝。あ、朝？そうそうそう。え、早朝？うん、見つけて近所の人がそれ見て通報してるんで、うん、真夜中だって火の明かりが見えるし、うん、いやそりゃそうですよね。朝だって、はい、そりゃそんな目につくとこで、うん、物燃えてたら、うん、そりゃ、ね、うん、遠くから見たって、あ、山火事怖いしちょっと見とかなきゃって見に行きますよね。あれかな、証拠隠滅させようじゃなくて身元を分からなくさせようという意味で燃やしたんかな。でも身元速攻で割れた、うん、割れましたね。だって歯とかで分かりますからね、うん、あの、うん、特になんか身分証があったんじゃないかな。あの全然燃えてない旦那さんの方は、旦那さんの方がもう直後で割れててあの奥さんの方がなかなか特定できずにしばらく分からなかったんですけど、うん、身元もすぐ割れてたから、はい、隠滅になってないというか、そうですね、隠滅する気があったのかすら疑問なぐらいですね。なんか雑な仕事ぶりで、であのそこに転がってるこう流木みたいなのにちょっとなんか焼け焦げみたいなとかもあって、あーうわーって思いながら見てたら、はい、仕事雑だなーって村田ラムさんと言いながら、はい、村田ラムさんが、うん、いやこれはもうちょっと人の焼き方を下駄さんに教わるべきだったよね犯人はみたいなまああれなんだ、ガソリンでしたっけ。え、ガソリンだったみたいです、ね、ガソリンでその目をかけてでしょ、はい、あの絶対仮装できないですね。ですよね、全然無理ですね。なんか、まあ、野焼きというか、はい、でもこう木組んで上に乗せて仮装してで、はい、大体ね前日の夕方ぐらいから仮装し始めて次の日の朝にお骨上げするんで、それぐらいの時間かかるんですよ。それでも、はいはい、野焼きの場合でそれでもあの全然やっぱ黒いとこちょっと残っちゃったりとかするレベルなんで、はいはい、そんなポーンと置いてかけては無理ですね。そうですよね、うん、それをやっちゃうぐらい不器用な人だから、はい、あれぐらいのギャラでそういう仕事をやろうと思ったんでしょうね。そうなんでしょうね。あれでも1000万円もあ、そうか、それを山分けしてるから多分そんな大した金額にはならないんですかね。そんな別に何百万円で、まあ1000万円でもいいですわ、ええ、1000万円あのあげるからちょっと人焼いてくれって山奥でって、うん、僕絶対受けないですもん。まあ受けないですよね、うん、いやであの悪い人が受けるってなったとしても、うん、でもそれお金もらっても逮捕されたら元も子もないんだから、やっぱり自分を守るためにの工夫を普通はすると思うんですよ、うん、まあせめてね、ええ、もっとなんか巧妙にみたいな、ね、そうそう、うん、であの近所は本当に山なんで、はい、もうちょっと奥に行ったり、別に奥に行かなくても、うん、多分埋めたら分かんない。そうなんですよ。で埋められそうな場所はもう山ほど周りにあるのに、焼いたらそれは目立つし、で焼いた後だって骨とか残るんだから、うん、吉野焼けたとしても、いやそうなんですよ、道路から見たら人の骨があるってなるじゃないですか。なるですよね。だからちょっと考えなさすぎだよなって、まあでもだからこそ早く見つかってよかったってのもあるんですよね。まあそうです、ね、犯人がね、うん、そうやった人がそんだけある意味ちょっと不器用だったからこそっていう。そうですね、逃げる時間もね、うん、それでなくなったわ、ね、まあ、確かに巧妙にされたらね、やっぱその事件がこう暗礁に乗り上げたらあれなんで、はい、まあ、あの巧妙じゃない人でよかったなっていうのもあるけど、うん、それやっぱそういう人ってそんな感じなんですね。なんかそうなんですけど、なんかそれはそれで怖いなと思うんですよね。そのプロが計画的に殺すのも怖いですけど、そんなことも考えつかないような人がこうパッといけちゃうんだなっていうのが、そうですね、ええ、大丈夫かな日本怖いな。そうか、なるほど。でね、また別のもっと最近の事件で、はいはい、北海道で、うん、吊り橋から女子高生を落として転落
させて殺して、うん、で後でその行方不明だったその女子高生が遺体で川で見つかってっていうんで、うん、もうあの容疑者捕まってるんですけど、はい、それもすごくて、うん、そこ超観光地なんですよ。カムイコタンっていう北海道の、あ、カムイコタン、うん、有名ですよね。めっちゃ有名ですね。そうそうそう、そこの吊り橋で急流の景勝地で吊り橋がそれを見られる場所としてあるんですけど、はいはい、その吊り橋からやってんですよ、観光地で。そうそうそう、俺も怖いなと思って。なんかね、 SNS 上でトラブルになった女が、はい、被害者呼び出して、うん、他の男とかも連れてって、うん、あの車で連れ回して暴行して猥褻行為とかした上でそこから投げ捨てたみたいなことらしいんですけど、今出てる話だと。それもね、まあちょっとカムイコタンも山の中、まあ山の中ではあるけど、ね、しかも結構水流のある川なので、うん、発見までちょっと時間かかりましたけど、でもそれにしたって荒っぽい、荒っぽいってのはその雑ですよね。雑ですね。そういう意味ではそういう人たちには、はい、いやさすがにここでは殺されへんやろと、こんな観光地でみたいなまともな考え方で行ったら行かれるってことですね。そうですね。こわ、まさかこんな人混みでブスってせえへんでしょうって思ってたら行かれるってことですね。そういうことですね。僕も幸福の科学の、ね、信者から車で追い回されたり、まあそれは逆にバック取って追い回し返してやりましたけども、なんていやねん、怖すげえ、すげえ路上で組み敷かれて、はあ、取材メモとか強奪されたりとか、はあ、そのぐらいの暴力はあるんで、はあ、まあ、ちょっとね、あのそういう跳ね返りの度合いの強い人なんかがいたらちょっと怖いですよね。教団が支持しなくてもそういうことは起こるん で、 あで今陰謀論ってあるじゃないですか、はいはい、ああいう人たちも結構組織立ってないから、うん、陰謀論にはまった個々の人が暴走したりとかあるんですよ。なんなんすかね、そのみんな事件起こしたりとかちょっと尖ったことをしちゃってなんかそういう風になってんやけど、もうちょいでもそうか、そうせいなしないと人が集まらんのかな。まあ、あと結構それで逮捕されてるのは大半は下っ端なんですよ、はい、まあ、リーダーも逮捕されてるんですけど、多分ですねやっぱりそれ政治運動とかあんまり経験したことがない人が加減がわからないっていうのが一つと、はい、あと俺はもうお前らよりも超熱心でここまでできるんだぜみたいな、うん、ヤンキーではないんだけども、はい、こうヤンキー的な度胸試し的な、まあまあイケイケな感じはありますよ、はい、そういうノリもありそうですね。でもほら左翼活動家とか左翼の過激派とか、うん、例えば中核派の人とかも、うん、暴力革命だとかって言ってるけど、うん、一向にやらないじゃないですか暴力革命。いや、まあそうですね、やられたら困るけど、うん、まあ確かにやらないじゃないですか、うんうん、でその中核派の人が東京オリンピック反対とか言ってデモってるとこだから行って、うん、もうこれを機に暴力革命どうすかって聞いたんですよ、うん、オリンピックごともう壊しちゃったらどうすかみたいな、はい、やんないんですかって聞いたら、はい、うんうん、まあそういうタイミングが来たらねみたいな感じで、いやタイミング待ちなのかよっていう、いやもう逆にその人らの方がまだまともやそうなったらもう藤倉さんがやっぱおかしい別方向で藤倉さんもいい意味でですよ、いい意味でだいぶクレイジーやなって僕はほんま思ってるんで、いやありがとうございました。いやいやだから中核派より怖いのが陰謀論の方たちっていうことですね。まあだからまだちょっと確立してないから個々が暴走しやすいっていうのは分かりますわ、はい、まあ、それは確かに統制がないのでね、それは確かにそうですね。いやありがとうございました、じゃあまたねちょっと機会があったらぜひ出てください、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、あとフジクラムという YouTube やってはりますので、ね、はい、皆さんもぜひそちら見ていただいたら、はい、多分ここではちょっと抑えてくれてると思うんですよね。そうですね、若干フジ、ね、はい、クラムの方なんかも聞いてやばいんで、そうですね、あのフジクラムも一応村田ラムさんとやってるので、はい、一応気をつ、はい、は使ってて、はい、一切気を使ってないチャンネルが、はい、あのやや日刊カルト新聞 TV っていうところで、はいはい、もうそこはバンされまくり収益化切られまくりそうですね、もう傷だらけですね。あのなんすかね、はい、カルトに対してカルトで行くぐらいの毒を持って毒を制すぐらいの感じのなんかすごい、あ、そうです、はい、そういう感じがあるんですよね、はい、僕はやや日韓カルト信号を宗教法人化してですね、だからなんかあのカルトを許さないカルト集団にすることが目標ですのでなんやろその僕ね多分藤倉さんすごい好きなんですけど、はい、理由はね善人ぶってないとこですねそこがなんか僕やっぱちょっと好きなのかななんか思います。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。